どうも、ボビーアドレザーのボビーです。ですね、高岡セカンドハイツのですね、このアトリエ、我がアトリエですけどね、の突き当たりにですね、生態の、河野さんがオープンしたのですね、体験したいと思います。ではまた、ここがトイレです。ね、心さんですね。はい、じゃあ開けていきます。どうも、心さんに、入ってきました。山根さん、委員長って言うじゃないですか。ですよ。山根さんです。ですね、オーナーの山根さんです。ですね、ここで、ね、ここ横たわってですね、施術を受けてみたいと思います。じゃあまた後ほど。さあ、終わりました。施術っていうかな、これなんていうの、施術と言ってみます。施術が終わりました。体がガチガチやったみたいですね。今日は剥がす、伸ばす、いろんなことを体験しました。いろんなことを勉強になりました。体が軽くなりました。これでライブ配信でね、心地よく行くと思います。心さんをね、またね、アトリエ来た時とかね、下師匠が来た時はですね、心さんね、ほぐしてもらってください。革細工は、レザーは私に、僕がほぐす言うんかな。ね、体はこちら。伸ばすの。まあそんな感じでですね、リポート、初リポートをしてみました。じゃあ、また。アトリエに戻ってまいりました。1時間ね、4500円のコースを受けてきたんですけども、ちょっと目がパッチリしたような気がします。背筋が伸びましたね。やっぱり今日実は人生で初めての施術っていうか受けたんですけども、体が軽くなりましたね。なんか水分をたくさん取ってくださいって言われたんで、なんかリンパがどうのこうなんかいろいろあるんやろね、こう循環が、みなぎっております。じゃあまたね。